こんにちは、ハヤトマンです。では今日もフィギュアレビューをしていきたいと思います。本日紹介するフィギュアはこちら、2004年2月発売ですね。前回の氷河から1ヶ月後に発売されました。セイントセイヤ、セイントクロスマイス、アンドロメダシュン、メーカーはバンダイですね。商品ジャンルはハイターゲットトイ、当時の定価3600円プラス消費税。では今日もこのオブジェ形態をシュンに取り付けていきたいと思います。はい、ではクロスを分解していきたいと思います。しかしこれ見事な亀甲縛りですよね。すごいよな。まあ僕が巻いたんですけどね。じゃあやっていきますね。サンダースと帽子とヘビーバンジョー、みんなで一緒に添いましょう。飲み始めたら止まれない、夜が明けるまで終われない、はいはい。はい、取り終わりました。めちゃくちゃパーツ少ないですね。不安になってくるような旬のフィギュアにね、取り付けていきたいと思います。今夜は祭りだ、飲み明かせ、みんなも少し枯れてない、頭の中はパパラパ、お腹の中はパパイヤ。今度はまた旬の声優さんのお話になるんですけども、旬の声優さんは堀川亮さん。2020年、今現在なんですけども、62歳だそうですね。まだ現役のね、声優さんですよ。ですごいのがね、最近 YouTube チャンネル始めてますね。これたまたま見たんですけどもね、ネビラちゃんとか言ってましたよ。びっくりしましたね。かっこいいな、相変わらずかっこいい、素晴らしいですね。もうずっと元気でいてほしいですよ。でその堀川亮さんなんですけども、代表的なのはやっぱりなんといってもドラゴンボールのベジータですよね。ベジータの声をだったって知った時もびっくりしましたね。同じ人だったの？兄さん、うわーとか言ってるあの旬がですよ、の声がですよ、あのベジータの声と一緒って僕は衝撃でしたね。あの時全然信じられなかったな。あとはですね、機動戦士ガンダム0083のスターダストメモリー、コウウラキの声とかね、あるいはサンデーでやってたあの刃っていうものがあったんですけども、青山剛昌さんかな、刃の鬼丸武士の声、これも堀川亮さんでしたね。なかなか我々にとって思い入れ深いキャラクターをいっぱいやってるなっていうイメージですね。打ち合い出したらやめられない、できました。旬はちょっと初期型のクロスの中では特に顔の出来があまり良くないような感じ。あ、そうでもないか、綺麗だな。旬が好きっていうことをもし友達に当時ですね言ってみたら、多分バカにする人多かったね。あんなオカマみたいなやつ何がかっこいいとかってね、言われることはあったんじゃないかなと。僕は結構好きでしたけどね、旬も。ネビラチェーン、ネビラストリーム、なかなかかっこいいんじゃないですか。いい感じですね。ちゃんとね、鎖が三角の鎖と丸の鎖、サークルって言うんでしたっけね、両方ありますからね。でこれ付け替えで長い方にもすることができますね。両方ついてますよというセット内容でした。でもやっぱりこの初期型の一番最初らへんに出たクロスシリーズはやっぱ太ももがなかったりとか、腰周りにもスカートも何もないとか、そういうのでちょっと物足りない感じはしますね。ですがまあどん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 ね、すごいことになっていきますんでね、かっこいいフィギュアが出てきますんでね、このクロス最終的にゴッドクロスとかもかなり豪華になりますからね。ちなみにこの商品もアニメ版が出ましたんで、そのアニメ版の、アニメ版というかこれも全部アニメ版なんですけどね、冥王ハデス編でまたアニメが再開するということで発売されたんでしたね。そういえばもうすっかり忘れてましたね、これ。ああそうだった、それで出てから出た時のフィギュアがこれなんだと。僕らが慣れ親しんだクロスっていうわけじゃないのはもう全部後で納得しましたね。あ、前回とか前々回、セイヤ、シリュウ、ヒョウガをレビューしたんですけども、この時にね、なんでこのクロス最初に出したんかわからんかったっていう話しましたけどね、ハーデス編のアニメ版とタイアップでこの商品が出たということでしたね。で旬のアニメ版のフィギュアは、こちらになりますね。これですね、これですよ、ヘルメット型クロス、最高ですね。やっぱりこれがね、僕らが慣れ親しんだ
セイントセイヤのクロスといえばこの形みたいなっていうところがありますね。やっぱりいいね、これはいいね。なんか僕多分雑誌で見たと思う、あのフィギュア王とかの雑誌、ホービージャパンだったかな、あれで見たと思うんですけども、当時セイントセイヤをおもちゃ化するときに、玩具化するときに原作の通りのクロスだと、とてもヘルメットというか頭のね、ヘッドの部分の装着部分がおもちゃにしにくかったらしいんですよ。それでどうにかヘルメット型にしてくれないかみたいなことをバンダイさんが言ったのかな、アニメを作ってる会社なんですが、まあ、そういう大人の事情でヘルメット型のアニメ版はヘルメット型になったらしいですよ。本当かどうかちょっと分からないですけども、昔僕その雑誌ホビージャパンかあのフィギュアオーか何かでその記事読んだ覚えがありますね。だからヘルメット型だったのねみたいなね。でも僕らはもうアニメから入ったんでね、アニメ見ておお面白いと思った後にジャンプでやってることを知って、ジャンプでドラゴンボールもやってるってことを知って、あ、ジャンプ読もうってなって、その時にクロスがねアニメ版と違うのでやっぱびっくりしましたけどね。そこは混乱しましたけどね。はい、ではこのシュン、アニメ版のシュンですよ。かっこいいですね、このクロスもやっぱりかっこいいね。開けてみましょうか。綺麗なピンクだな、うん、いいね。素体もねやっぱり第三素体っていうやつを使ってるんですけど、ちょっとやっぱかっこいいですね。あ、引き出したら終わらない、踊り出したら止まれない、はいはい、うん、やっぱアニメマンかっこいいですね。ちょっと中開けてみましょう。いいですね、これね、綺麗なピンクですよね。鎖もいっぱい入ってますね。裏後ろの方、こちらもねオブジェゲーターもかっこいいですね、これね。そして見てくださいこれネビュラチェーンですよ。ネビュラチェーンって言ってね、なんか紐かなんかをぶん投げてた思い出がありますね。おー、いいね、なんて美しいのだ。 あれがねなんか書いてますけどね。はい、箱見せたことなかったですかもしれませんね。ここね、対象年齢が15歳以上って書いてますよね。大人向けの商品ですよと、子供買うなよって言ってるんですよ。すごいな、ハイターゲットトイシリーズとはよく言ったもんだ。うん、いいですね。これも飾ってね、セイヤたちと一緒に同じシリーズでね飾っていきたいと思います。はい、では台座に載せていきたいと思います。アンドロメダ、はい、では次はセイヤたちを横に並べていきたいと思います。こんな感じですよ。いいね、やっぱりかっこいいよね全部。ブロンズ5000、まだ4人ですけど、次1機飾るのもう楽しみですね。次はポージングを変えていきましょう。シュンといえばね、やっぱりネビラチェーンですからね、ここ変えましょうかね、長いやつにね。よっしゃ、シュン立ち方がね、どちらかというとこんな感じがかっこいいのよね。足をね閉じてこっち向くでしょ、こっち向け、おこんな風にやったら一応バレないっぽいですね。バレるか、あれ手見えてるし。うん、シュンはなかなかね、いいポーズが思い浮かばんな、難しいな。ちなみにもう一個付属でついてたこれ使ってみましょうかね。これを使ってどうしたらいいんだ、こんなか。隠れるの嫌だな。うん、このポーズは、うん、なかなかかっこいいんじゃないですか。うん、このポーズはなかなかかっこいいですね。よし、これでいこう。はい、では今日はアンドロメダシュンのフィギュアレビューでございました。次回はフェニックス1期をお送りして、ブロンズエイントまず一段落ですね、つきたいと思います。このチャンネルが面白いと思ったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。ではどうもありがとうございました。
こまでも輝く空にお前だけの星座を目指せ、その日まで負けられないさ、命かけて挑んだバトル、ペガサスファンタジー、誰もが夢見る自由という翼広げかけて